皆さんこんばんは、みとくです。今回は串灘に挑戦したいと思います。初挑戦なのでクリアできるのでしょうか。頑張ります。さあ今回はランスロット、カムイ、静か御前、そして半蔵さんをお借りしてきました。あんまり適正っぽいのがいなかったんですけど、重力バリアとなんだっけうわ失敗した。重力バリアとワープ、そうワープですよ。でね、カムイさんが重力バリアとワープを持ってたんで連れてきました。あの卑弥呼連れてこようか迷ったんですけど、静か御前にしちゃいました。静か御前がワープがあるんですよ。キラーがないんですけど、だからまあいっかなと思って、それがちょっと裏目に出なければいいのですが、この人倒しちゃおうかな。よし。でね、どういうギミックがあるかは調べたんですけど、倒し方はちょっと調べてないんで、なんで出てきた？なんか出てきた。これ友情使いたいよね。友情で減らして減らして、まあでもこの辺はまだ全然平気ですね。よし、超絶クリアしたいな。できればクリアしたい。まあ火属性少ないのでちょっと心配だったんですよ。いけるのあるかなと思って。でも意外とランスロットとかも良さげだったんで。重力バリアきついね。ワープが来たらちょっと厳しいな。半蔵さん欲しい。半蔵さん結構借りる率が高くて欲しいな半蔵さん欲しいなっていうか、生き返らないでお願い。どうしようかな。これに当てて右のやつにも当たって OK。 よし、いいぞ。最近ねちょっと難しいクエスト挑戦してなかったので結構適当に弾いちゃってたんですけど、クリアできるといいな。これはでも雑魚から行った方がいいと思うんですよね。下目に行ってアンチ重力バリアがついてる人を優先的にこう雑魚処理に回してみたいな。静か御前は重力バリア、アンチ重力バリアないから、これはちょっと当たりたくない。ワープがあるから当たっちゃったか。よし、でもザコあと1匹だから蘇生しないで蘇生しないで、ね、ちょっと友情を使っていきます。あ、なかなかいい感じじゃないですか。あ、ここでワープが消えるということはとても戦いやすくなりました。やっぱ先ザコ処理で良かったんですね。でね、なんか美徳さんの動画を見てモンスター始めましたっていう方もねいらっしゃって、すごい嬉しいです。みんなモンスターやろうぜOK。 まあでも全然ね参考にはならないんですけど、まあ、下手でもクリアできるよっていうところはね知ってもらって、ハードルをちょっと下げてね敷居を下げていきたいと思います。あ、毒結構きついね。そしたら友情、これ難しいな。どうしようかな。こっちから行くか。で、静か御前に当たって OK。 ハートも取れたしいいのではないか。いや、ボス行きたいよ。ボスまでの道のりがとても長い。
ランスロットさんはなんかね、最近あの水の方のランスロットを使うことが多いんですけど、あーこれ取っちゃうのもったいないな、もったいないけど友情超使いたい。いやでもこれはもったいなさすぎると思う。これ弾いて下に行って、うんまあいいや。やばい、このワープの出方超やばい。どうするこれ。ハートは取っときたいから、静かおでん立って、よし、おおいい感じに減ります。ダイヨレーザー蘇生すんのかい。静か御前はワープあるから、これで倒せた。オッケー、あハート最後まで取っといたハートが取れなかった。やった、ボス、ボスまで来た。よし、次の目標は最終ステージまで行くことだ。いけるかな。半蔵さんは友情で、友情使ってちょっと、あ、いい感じじゃないですか。蘇生しそうで怖いけどこれは何ターン、18ターンの間に倒さないと即死球来ちゃう感じなのかな。これは怖いな。ランスロットがワープがないから、これでもワープいっちゃうかな。これで右側に入ってしもたか、入ってしもたか。十字レーザーめっちゃ当たる位置に2人いるじゃないか。カムイさんは下に行きつつかな。ちょっと弱点まではいけないけど、あ、いけたか、外したな弱点外したな、そして蘇生したな。めちゃめちゃ蘇生してきたよ。ワープをちょっと回避しつつワープを回避しつつ、にゃー、ダイブレーザー痛いですよね。これちょっとハート取っといた方がいいのではないかと思うのですが、いやこれ取れないかな、取れない気がする。あ、取れた、よしよし、あと1、あの人も逃げるんだ。あ、よかった、ハート取っといてよかった。あれ取ってなかったら結構厳しい状態で次のステージって感じでしたよね。っていうか2人、どっちがボスなのどっちがボスなのっていうか、重力バリア半端ないね。あー困ったな。これは横で行っちゃう。静か御前に当てるのは難しいから、横でなんとかなって。あれ、ランスロットって、あ、ランスロット重力バリアついてるっけ。アンチ重力バリアついてる、あ、ついてた、ワープがないんだった、勘違いした。あ、これは難しいぞ。カムイさんは全部あるから、友情当てたいけどいけないな。あ、でも貫通か、ナイス貫通。この位置での貫通はちょっといいよねあ、下のが本番ね、下のがメインのボスですね。なるほど、上から行く、友情を最大限に使っていきましょう。あ、でも蘇生も一人ね、 OK。 まだでも SS 使わなくていいよね。これ使っちゃったら絶対もったいない気がする。でちょっと弱点にはいかないんだけど、雑魚処理はできた。
回避もできた。十字レーザー十字レーザーちょっと辛いわあれ。あーこの位置結構辛いな。これなんだっけ SS。 あそっか、ワープとか無効になるな。使っちゃおう、使おう使おう使おう。下までいけるかな。これでこう何、よしよし。ちょっともったいない使い方しちゃったような気もするけどね、ランスロットの SS。 ちょっと取っといてもよかったかもしれないけど、でも残り3人いるのでいいのでは。最後まで来れたね最後まで来れた、嬉しい。触れた最初の手帳ケチだってケチって言っちゃったよ敵ね。触れた最初の敵かやっちゃいますか。じゃあ最初に当たる位置にいるし、この辺でいいんじゃないか。往復こう、カムイさん喋らない。これさ打ち上げるとどうなるんだろう、それがねちょっと分かってないんですけど、打ち上げたら何かいいことあるのかなでね静か御前の SS 使うのちょっとまだもったいない気がするんですよね。これすごい良くない、ヒットポイント回復もったいない気がするのでちょっと取っとこうかなと思います。でワープが大丈夫だからもうボス狙いで友情使いつついっちゃえばいいのでは。やばい、これはレーザー思い切り入っちゃうな。敵の弾を無効化するスピード使っちゃおうかな。あーでもここさ挟まっちゃいそうな気がしてすごい嫌なんだよね。いけるかなこれ、これ失敗しそうな気がする、すごく失敗しそうな。あ大丈夫だったけどあんまり減らなかった、ちょっとうまく使えなかったな。タコは処理できたけどまた復活してるし、ここで失敗はできないのです。これは下に行った方がいい気がする。あでもそっかワープだったワープがつらい、あんまり役に立たなかったぞ。でも倒せそうですね、なんとなく。これは上に行きたい、上に行こう、縦で行こう、縦でちょっとでも弱点に当たればいいけど、よし。いや意外と強い、全然でもヒットポイント減ってないんだよね。でもあとちょっとだから SS 使っちゃおうかな。ここでなんかすごい攻撃来ちゃったらやばいけど、こっち、これで右からいけるかな。あそういうことか弱点にぶつかった方が良かったね。まあまあまあちょっと SS があんまりうまくいかなかったけど、これで友情でちょっとずつ削っていけば倒せるのではないか。惜しい、あそこ今弱点当たってればもうちょっと減らせたのにな、残念だ。あー ワープがきついな、これで回避できないよね多分。行ってみる、ダメか、入っちゃうか、ダメだ。でもレーザーにの範囲に入らない位置にみんないるから大体悪くない。よっしゃー倒せた倒せた、初挑戦でそんなに難しくなかった。このクエスト難しくないのかな、なんかすごい難しいんだろうなと思って意気込んでやってまいりましたが、おゲットしました、初クリア報酬嬉しい。
やった初ゲット、嬉しいなあ。でもこれはなんか集められそうな気がしてきた。ちょっとねクエスト自体長いから時間かかっちゃうけど、クリアタイム14分、そんなにかかった結構かかりましたね。まあ話しながらやってるっていうのもあるんですけど、ちょっとかかっちゃいましたね。いやクリアできた。でも今持ってるモンスターで全然いけるからいいね、これ集めたい。まあ、ただ運極がちょっとないのですごい時間かかりそうですけどね。というわけで今回はなんだっけ、クシナダ、クシナダで合ってるかな確認する間違えそうだから、はい、今回はクシナダに挑戦してみました。ま、難易度超絶級だったんですけどいけましたねなんかね、静か御前とランスロットがすごい良かった気がします。でカムイさんもなんか最初うわーって思ってたけど結構使えるんだなっていうのを最近知ったので、どんどん使っていきたいと思います。やったー、クリアできた。またね、難しそうなクエストに挑戦していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。最後まで動画をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらをクリック、そして最新の動画がこちらになります。ぜひ他の動画もご覧ください。そしてツイッターもやっておりますので、動画が上がった際のリツイートなどなど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは水戸でした。